ウィンドチャレンジャーのような取り組みは日本だけでなく海外でも行われています。例えば2019年にサークルと三菱商事の海運子会社 MC シッピングが協力関係を構築し、ビクシスオーシャンへの航力保搭載プロジェクトを立案し、実際に研究開発を行っています。このプロジェクトは国際海運の脱炭素化のためのソリューションを実証する EU ホライズ2020プロジェクトチェックの一環として、欧州連合から資金提供を受ける予定です。さらに面白い取り組みとしては、商船用三井グループの商船三井ドライバルクが2022年5月20日にウィンドチャレンジャーに加えてローターセイル、円筒帆も搭載したバルカンの導入に向け、木質バイオマスエネルギー大手の米デンビバと合意しました。ローターセイルを搭載することでマグヌス効果を利用し、より小さな動力で航行できる船を目指します。ウィンドチャレンジャーやローターセイルといった原理は何も近年発見された最新の原理というわけではなく、昔から人類の英知として活用してきたものです。それは温室効果ガスの排出削減が叫ばれる時代にもう一度フォーカスされ、今回のようにチャレンジングな試みとして注目されているのです。風を帆に受けてその力で船を進ませるというシンプルな原理ですが、非常に効果的です。現在人類がエネルギー不足や温室効果ガスの問題など解決するべき課題は非常に大きなものとなっていますが、案外昔から活用してきたシンプルな原理が道を切り開くのかもしれません。皆さんは商船三井と大島造船所が行うウィンドチャレンジャープロジェクトと風力推進装置ウィンドチャレンジャーについてどのように思いますか？ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。また Twitter と LINE でも発信中です。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。例えばアルマゲドン将軍という
これあの米英が勝手に来てんじゃなくて、ロシア軍の中で間違いなく言われてる。あれ負けだ。バイデン大統領がおっしゃってて、言葉が流行ってるらしいですね。世界最終戦争っていうのは、この NBC が使われるっていう意味なんですけれども、この将軍、お名前がプロビキン上級大将ですけれども、まあ、要望も相当会議要望ですけど、要望は関係ないですね。これあの、プーチン大統領の言いなりでも有名だけど、なんで一番有名なのかというと、5年前にシリアの内戦で毒を使ったんです。これを使ったわけです、ケミカルを。で、もちろんその第一義的にはアサド政権が自国民に対して使ったと言わざるを得ないんです。使ったそれが極めて強いということなんですが、実際はこの上級大将がロシア軍 の, この毒ガス兵器を用いて具体的な作戦指揮もやったというふうに、これはあの西側諸国でそう見てないところはないです。この上級大将が裏で指揮をして本格的な毒ガス攻撃をやったっていうのは、西暦2011年の4月なんですけど、この時はもうトランプ大統領なんですが、本当は大きな問題はその前のオバマ大統領から発生してて、オバマ大統領は、この毒ガスを自国に使うような非人道的なことだったら、アメリカは対応すると。具体的には、まあ、地上軍を使ってでも、アサド政権を追い詰めるという意味だったはずが、まあ、実際はアメリカは何もしなかったんですね。で、トランプ大統領はミサイルは、んだけれども、しかしこの毒ガス兵器に対して直接行動したとはとても言えない。そうするとロシアの軍の中に上級大将からプーチン大統領直接この情報が言ってるわけです。アメリカは核の脅しも聞くし、つまり核兵器使うかもしれないと言ったら米軍は地上に行動しなかった。隣のポーランドまで行ってもグランスを助けることはない、兵器は攻撃もしない。だから毒ガス兵器は使ったらやるぞって言ってたのにやらなかったよ。だから核兵器はまだ使ってないけど、毒ガス兵器はとりあえず使ったけど大丈夫だったって実績ありますよ。間違いなく上級大将とプーチン大統領の関係からいうとその話聞いてます。これは僕が勝手に聞いたら、これも見事に一番言ってるんですが、全部軍の中の情報部門もそうじゃないけれども同じ見方なんですね。ということは10月8日、クリミア大橋の事件の日に上級大将を任命したというのは、もともとクリミア大橋がこうなったからじゃなくて、準備されていたということであり、さらに、この大将というのは、陸軍出身なんですね。まあ、こういうのは言っていいかどうかわからないけど、見た感じでもいかにも陸軍なんですよ。それが、この今の特別軍事作戦の全体の総司令官になる前は航空宇宙軍の総司令官だった。なんで陸軍なのに航空宇宙軍の総司令官になってるかというと、躊躇なく人を虐殺する。だから空爆もとにかく普通の住民国民に対して他国の好きなだけ空爆する。シリアでそれが実証された。だから毒ガスもさ、何でもありなんで、そうすると、プーチン大統領の作戦方針が、この上級大臣に実行されるとなると、だからそれが分かってるから、実はバイデン大統領が持ってきたことを言ったんじゃなくて、アルマゲドンが起きるって言ったのは、この将軍がアルマゲドン将軍と呼ばれることも知ってるから、大統領。これはなんかジョークみたいな話聞こえるでしょうが、これ重要な機密情報としてバイデン大統領が入ってるわけです。どんな虐殺が起きるか分からない。アメリカは今までみたいにハイマースとかそういう武器を作るだけで済むとは思えない。アメリカ軍や NATO が介入せざるを得ないんじゃないか、その準備をしようということがつながってるから、決してその漫画みたいな世界で起きてることはないんですね。で、しかもプーチン大統領がやってることはことごとく失敗してて、まあ、どんどん追い詰められていて、クリミア大橋の爆破が誰によって行われたかまだ分かりません。これ本当に分かんない。分かんないけれども、間違いないのは、その2日後に全土に対して長距離、ミサイルを撃ち込んだんですよね。学校や、だからこの間ね、同じ学生センターの鈴木アンデスが撃ち込んだんですけど、こちらに撃ち込んだんですよ。言うとも早稲田大学に撃ち込
国だとすると、他がこんな準備ができるかとも思えない。でしたがって、それとは関係なく、あるいはクリミア大橋の爆破が自宅前だったらもちろん、そうでなくても、その前から、ウクライナの前橋副センターとか破壊したけど、まだ残ってる学校とか病院とかを長距離ミサイルで破壊して、ウクライナをへこたれさせようと。もともと考えた作戦なのは間違いなくて、だから上級者はこういうのも何があったらよかったね。こういうのもやるために、いわば最後のもう一番残虐なその犯罪的将軍として現れる。ところが失敗なんです。なぜかというとですね、長距離射程のミサイルっていうのはどこの国でも半導体を使わないとこれは作れないし、コントロールできない。でロシアは自前の半導体はほとんどありませんから、これあの経済制裁で半導体入ってこないんで、今ある長距離射程のミサイルこうやって撃っちゃったからゼロではないけど、もう残り少ないんです。だからもう作戦としても全体の考えとしても大失敗で、あとはもう短距離のミサイルしかなくなるから、だからロシア軍の脅威っていうのは実はもっと減ってるんだよ。でこれも含めて、まあ、プーチン大統領がついに今の状況は鼻をうるかえたというふうに旧ソ連のウィルズだった首脳に話したりして、そういう場で、ね、記者会見で話したりしてしまったけど、これは追い詰められるということだから、 NBC とか N と C の恐れが極めて強くなっているということです。でこれ事前に食い止めるには、プーチン大統領の後がもっとひどい独裁者っていうのは既に言われてるんだけど、民主主義になることはないです。中国も同じで習近平国家主席いなくなって民主主義になる。だそれも西側諸国の日本を含めて辛いところなんだけれども、このまま行くともう本当に N と C になって止まらない、はい、今そういう状況です。それでこれあのやがて中国共産党大会のこともお話します。独裁国家を賛美してた評論家や学者も日本にいたんだよ。てかこの間までいたんだよ。物事の決定が早いと か経済も資本主義じゃなくて社会主義にいた方がいいとか、若手の学者も行って本がベストセラーになったり、ね、全部がそういうシーンでないにしても、社会主義はあるいは物事を組みやすい独裁体制がいいっていうニュアンス現実が溢れてたのかもしれないけど、もう何も言わなかったことになってもこうなってるでしょ。で独裁体制がこんなにひどい、つまり結局は中国共産党大会を5年ぶりに開こうが、ウクライナに侵略していこうが、全部独裁者一人のためであって、ロシア国民や中国国民の役には立ってないと、下請けには繋がってないと、それだけじゃなくて、まあ、ロシア軍でいうと、おそらく9万人を超えたであろうと、最初は、ね。ウクライナ軍も大きな被害を出していて、住民以外が残虐だった。ロシア軍って言ったって、実は今まで大半少数民族だった。少数民族が大半になったから、ロシア人自身を出そうとして、実は反乱が一応出てくる。それを考えると、もうロシア軍にとっても、プーチン大統領がいなくなること以外に、とりあえず解決策はないです。プーチン大統領が権力にとどまる限りは、今のようなアルマゲドンに来るわけです。それが、まあ、西暦2022年10月に中心し、日本では言うと、ここの、あのままに今日は何が、もう、あとは、プーチンの友達がいない。例えば、テロリーズの会社の人の調査しても、まあ、いろいろ、あの、ロシア語の人に言うたら言ってくれるんだけど、結局は何にも言ってない。で中国はっきりも嫌だし、インドはもちろん嫌だし、もちろん今ならばもちろんですけど、周囲とかベラルーシのところを離れているって言ったりとか、非常にはなかなかそこの調整しきれなかったので、どれほど孤独に追い詰められているか、頼るのはその残虐将軍の、ね、アルマゲドン将軍がいないって言ったりとか、小説に書くこともできないのは恐ろしい。独裁主義、独裁
の最大の弱点っていうのは、暴走を止められないっていうことです。暴走を止めるシステムがないのがドクター式。物事の決定早い。このブラガー見たら暴走を止められない。今現に起きてる。だからどんなにこう遅いなとかいろんなことあっても、民衆は社長が言った通り、大変なせいでだけど、これしかない。やっぱり、信じてるからね。そうですね。このウクライナ戦争がそもそも起こった原因でもある独裁主義というものに対して、その日本をはじめとする民主主義諸国が高いコストを払ってでも民主主義というものを維持していかないといけないと。それから世界で民主主義が台頭していかないといけないと。そして、現実に NBC 兵器のうちのケミカルの兵器が使われているということで、これに対してそのアメリカをはじめとする西側諸国ですが、NATO が打てる点ってあるんでしょうか。あの本当はマスクを配るというのなんだけども、どこに配っていくのかよく分からない。ただ一番公平に言うと、核兵器よりも最前線、つまり使う可能性が高いよ。なぜかというと、実戦経験あるから。核兵器の実戦経験あるのはアメリカだけなんで、ロシアはそれはないんで、こっちの方が踏み切りやすい。そうすると、とにかく来たら終わり。だから本当は、イラン製って、皮膚に付着しただけで大きな被害が出る場合もあるけど、基本的にはそういうことが最大の問題なんで、済まないよ。で、それから、マスクないと、これは核兵器と違って、核弾頭と違って、国内にいて、密閉性が高いと、相当避けることができる。それと、バイオよりある意味マシなのは、毒ガスってのは空気の希釈能力で薄まっていくんです。でもだから、初期の、この核兵器が使われたところの初期の被害者が最大の問題で、したがって今、西側の諸国が一生懸命、これは日本も含めてって言うべきですけど、実際やるとしたらどこなんだっていうことを、それがまあ一つの一番恐ろしいケースがキーウでね。でもベラルーシに急戦にロシア軍入れたってことは、キーウは見せかけかっていう説もあるけど、これはもうプーチンの独裁主義のこれも特徴として、紫三寸の一つなんだよね。なぜか、アルマゲドン将軍は何の言いなりだから。これも民主国家みたいなアメリカ軍のようなところも含めて、議会とかいろんなチェックがあるということはないんです。ノーチェック。あ、どこにあるか分からない。はい。まあ、凄まじい。ただし、最後に1個申し上げると、特に日本ですけど、ごまかすなということが大事で、このプーチン大統領とか、習近平国家主席を含めて、権威主義と。権威主義って言葉の誤用ですよ。権威主義っていうのは、例えば東大だったら何とか偉いんだみたいなものも権威主義って言うんだけど、こんなものは権威主義って単体であるんですよ。最低限独裁主義だって言われてる。それを食べる。まさにこう、どうでしょうか。それはバランスを取ってるというか、それに傾くまで、本当は大きく左に傾く。皆さん、大きく左に傾く。もう、いまだに、前線が、1989年から91年かけて終わって、お知らせが経つのに、いまだに共産主義、社会主義、左側のが正しいというふうに、日本はこうやって、皆さん見たらこっちね、ここから見たらよくなっちゃう。傾いてるから、独裁主義と権威主義、こういう人に騙されちゃダメです。1本目の安倍さんの銃撃事件で、ネットのダークサイドをあえて一部はお話しましたけれど、でもやっぱこういうことに勝っていくのはネットの力なんです。ネットをこういうことに活用するというのはぜひみんなで絶対したいと思います。だからこそこの動画でもあります。はい、はい、では本日の内容は以上にいたしまして、はい、読者の皆様からいただきましたご感想をご紹介申し上げます。はい、本日のご支払わないことによって NHK をぶっ壊すということで、令和4年2022年の10月19日22時飛んで1分です。
どん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 取り上げてるんですが、ついに NHK との受信料裁判勝ちました。いやー、この裁判はね、まあ、何回か勝ったことはあるんですが、 NHK の受信料裁判。ただ、これまでの裁判っていうのはこのケースのみみたいなもので永続的なものじゃなかったんですが、 NHK の基本的な裁判に勝ったと、受信料裁判に勝ったということで、これは契約をして不払い、いわゆる、まあ、不払いの人ですね、未契約して裁判じゃなくて、契約して不払いしている裁判すべてに当てはまるということでですね、この価値めちゃくちゃ大きいです。で、僕はこのマイク前の動画でですね、まあ、NHK 側が放棄をしたっていう形で言ったんですけども、放棄っていうのがちょっとなんか意味が分からずにですね、飛行機の中、帰りの、まあ、鹿児島から帰ったんですが、飛行機の中とか、まあ、その後すぐ弁護士さんに確認したんですが、放棄というものについては、いわゆる判決による敗訴というかな、まあ、NHK の原告の請求を棄却するよりも強いっていうことが分かったんですね。つまり裁判で勝つよりも NHK 自らの放棄の方が法律上は強い。ただ、まあ、メディアが報道しないと NHK 自身がこの事実を多分言わないと思いますので、ちょっとね、再度詳しく解説していきます。で、今回の裁判のポイントというのは、 NHK は約4年ぐらいですね、貯めていた受信料ですね、鹿児島県のこの姶良市というところなんですけど、姶良市の男性に76,560円の受信料払えっていうのがまず一つ目の請求ですね。そして2個目、これに対して547円の利息を払えっていうのが2つ目の要求。で、3つ目、裁判費用を払え、5,750円、まあ、これは被告側の負担なんですけど、いずれにしてもこの1、2、3を要求していたんです。支払い督促っていうものの中に受信料76,560円、そして、利息が支払い督促が届いた翌月からですね、支払った前月までの3月に支払い特殊が届いて、6月に76,552円で支払ったために2ヶ月分のですね、利息ですね、あとコロナの期間がかからないので大して額じゃないんですが、547円払え、でそれに裁判費を払いなさいという意見に差を出せたんですね。で、これに対して6月にもう分かった、この受信料は仕方ないということで76,560円払ったんです。そうするとですね、これに対して利息が547円ってなったので、普通これとこれを払わないと裁判を取り下げない。例えば消費者金融が元本30万円貸します、それに対する延滞利息が30万円に対して例えば1万円あります。31万円払ったら初めて裁判を取り下げましょうって普通なるんですが、 NHK はまた不思議なことに1番と2番と3番を請求してるのに、この1番だけを払ったことに対して、これに対してですね、2番も3番も取り下げるっていう意味なんですね。これはちょっとおかしいんじゃないの、まあ、いわゆる取り下げしようっていうのがいいです。これ取り下げてきたんですよ、取り下げしようってことですね。取り下げるっていうのは、まあ、特にこれね、訴えの全部を取り下げるからですね。当初事件について原告は訴えの全部を取り下げるって書いてある。で、76,560円しか払っていないのに2番も3番もいわゆる全部取り下げると来たので、こういうふうにどういうことなんだ、その取り下げるって言ったところでまたその言ってくるかもわからない、お金払えって言ってくる、せっかく裁判してるんだからそんな取り下げには同意しませんということで、このように同意しないということで不同意書、これちょっとまあ不同意書名前が出ちゃうんで、あの裁判ね、協力いただいた方、姶良市の人さっき電話しましたけども、まあ、不同意書を出したんです。とすると NHK はこのじゃあ2番と3番を請求します、まさにじゃあということで、このように、訴えの変更を申し立て書というものを出してきて、被告は原告に対し金547円を請求する、そうなんです。
31年4月から、令和4月、4年1月分までの受信料7万6560円全額が被告から原告に対し支払われたため、原告は令和7年7月28日付取り下げ書により本件の全部の取り下げを行いましたが、被告がこれに同意しないことから原告は本件請求の全部を放棄いたします。本件請求の全部を放棄するのか、今初めて知った、請求の全部を放棄しますですね。全部を放棄してたんだ。あ、僕これ完全にこれとこれが出てるので、これどういうことなんだろうね。え、これ今ちょっと初めて聞いた。これなんかおかしなことしてますよね。10月4日付で訴えの変更申し立て書入ってるんですよね。547円払え。ところが同じようにこれ10月14日、これに同意しないことから原告は本件の請求の全部を放棄しますと。あ、僕全部じゃなくて7万6560円を放棄したと思ってたんですけど、全部を放棄するのか。あとこれは一体何なの。これしかしよくわからないな。ごめんなさい、ちょっと今僕も、そういうことか、これでも請求してるのでちょっとよくわからない。同じ日付で訴えの変更を申したでしょと同じ日付で請求の放棄書を出してるって意味がぶっちゃけよくわからないですね。これまあ、いずれにしてもですね、結論としたら、まあ、この7万6560円を払って、最初からですね、請求の放棄をしていれば、請求の放棄をしていれば、ごめんなさい、要は、この利息ですよね、これを最初から請求していなければ、この裁判は NHK が完全勝訴できた。最初に利息をつけて請求したので、ここしか払っていないのに、普通ここしか払わなければ、ここが残りますよね、さっき言ったように。30万円の元本に対して、利息が1万円あれば、31万円払わなければ、普通取り下げないんですけど、ここだけ払ったらここ取り下げた。ここをそもそも請求するつもりがないんだったら、最初から請求するのよっていう。じゃあ NHK 側はどうして547円請求してきたのかっていうと、こちらの戦い方が分かってなかった。で、まあ、うちの浜田君の顧問じゃないな、政策秘書の、大竹君という弁護士がいてですね、当初この民法92条これで、使えるんじゃないかということで、まあ、魔法の条文を出し広げたんですね。これ民法92条で消した。これ僕ね、本当すごい。まあ、もちろん、その大竹君は裁判をやらないという契約で、助言はくれるんですけど、そういう約束でちょっと来てもらってるので、まあ、いつもお願いしている司法書士さんに、これ、司法書士さんにこの民法92条の主張をしてですね、持ってきたところ、これはもう NHK は勝てないということで、これを、今日放棄したわけですね。で、これを放棄したことによって、こいつを NHK 払わなきゃいけない。最初からこいつを請求しなかったらいいのに、これを請求してないのに、こいつを今回払わなきゃいけなかったっていう。で、この先も、この利息を請求すると、こいつを請求しなきゃいけない。これ、裁判費用で3950円が日当で300円が交通費で。1500円が書類の制作費なんですけど、何回も出頭するとこれとこれが増えていきますね。で、今後 NHK から裁判をされると、こちらは裁判に出頭します。お金もらえるから NHK に対して請求できるから。で、向こうは今回判決で NHK が敗訴っていうのは出てないんですが、僕ね、これ本当に裁判の用語で勝訴とか敗訴っていう言葉
じようにですね、勝訴っていうことも出てきます。で、ここの73条に、裁判が裁判及び和解によらないで判決したときは、申し立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所所長はその決定が執行力を生じた後に、その負担の額を定めなければならないというような条文があるんですね。まあ、ちょっとざっくり読んでも難しい条文なんですが、要は、まあ、こういう条文があるんですが、要は、勝訴と敗訴というのは明確にあるんです。ちょっとこれも本当初めて知りました。だから、勝訴した方が裁判費用、まあ、いわゆる敗訴した方ですね。裁判に負けた方が裁判費用を落ちてる。だ今回、その NHK は判決を待てば、ね、ひょっとしたら、ここは NHK の請求権があって、お金を払ったことに消したわけだから、裁判費を全額持てということにはならなかったかもしれない。判決分には全額、訴訟費用は原告 NHK を担保するのは入ってないんですよ。でも、放棄をすると、訴訟費用は NHK が負担しなきゃいけないっていう法律が、これが民事訴訟法の73条。で、まあ、隅から隅までこうやってね、読んでみないと、まあ、わからないことが僕もいっぱいあって、これ、弁護士もすぐに出てこないし、ね、いっぱいいてですね。で、まあ、これ、請求できるということです。だから、これからの NHK の裁判、どうやっていくか、どういう影響が出るかというと、まず、裁判されると、この受信、こいつ自体を払うのを2ヶ月遅らせば、3ヶ月、裁判所から書類が来てから、翌月ですね、あるいは奇数月もある、まあ、3ヶ月後か4ヶ月払うの、これとこれと同じ額。で、裁判所に行きます。そうすると、ここのお金が発生するんですね。500円ぐらい。で、これについて、民法92条。ちなみに民法92条っていうのはどういうものかっていうと、ですね、まあ、慣習というね、僕これ初めて聞いた言葉なんですけど、慣習による意思表示って言って、ね、これですね。NHK 受信料は支払い金を守らず滞納していても、民事裁判で敗訴判決が確定するまでに訴訟上で請求されている NHK 受信料を全額払えば延滞利息を支払わなくていいという慣習による意思を有しているので、ということで民法92条そのまま読むと、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。これが92条の条文で、 NHK は日頃利息を取るということをしてないんです。そうすると、いくら規約の中に、契約書の中に利息を払えと書いていても、それを慣習化して利息を取っていないことを慣習にしているので、この547円の請求は認めませんという判決が出るとNHK は思ったので、判決で負けるとメディアが騒ぐでしょ。テレビ局とか新聞社とか言わなきゃいけない。これ NHK おそらくこの裁判で、請求を放棄したということもホームページに書かない。自分たちにとって都合のある報道を NHK しないので、ただこれから先もですね、このように受信料を請求されると NHK は利息を請求してきますから、この利息について争えば裁判が勝てるな。もっと言うと、会員裁判所で NHK は請求の放棄をしてくることが分かりましたので、そうすると NHK にお金を請求できるというチャンスが出てきた。これ76,560円、確かに払ってます。これ NHK とか払います。でも裁判に訴えられた人が裁判所に行くとですね、3950円、これがもらえるんですよ、1回ですよ。で、今回の僕は鹿児島なんですけども、これ鹿児島から東京に移送申し立てをする、全部東京で しようと思ってます。そうすると移送申し立てをするとですね、鹿児島から東京に来ると、なんと多くの航空機内も NHK で払わせることができる。
は東京なので、東京から鹿児島に行く今日の弁護士の飛行機代は、マーケティングとこっちが出さなきゃいけないと思います。NHK は本社東京、ここは、まあ、鹿児島ということで、東京からわざわざ行かなきゃいけないですね、会社に移れば。で、最初に鹿児島でやるって決めたから、もし負けたときは、この東京からの飛行機代出さなきゃいけなかったんですけど、裁判所をですね、最初からこれ全国どこでもですよ。これから NHK が訴えてきたら、全部東京の裁判所に移送してくださいって最初スタートするんです。で、東京の裁判所に移送してくださいってスタートをかけるとですね、そうすると、皆さんが東京に来る交通費、いわゆる東京への、まあ、遊び地で交通費が NHK の担当ということが分かってきます。もちろん、これもうちょっと回数を重ねていきますけども、そういうことが分かってきます。で、いずれにしても、NHK は、ね、利息は請求できないことを自ら認めた。でこの認めたっていうことについてはすごい大きなことで、普通の、まあ、債権っていうのは期限っていうのがありますよね。電気だってガスだって税金だって期限までに払わなければ利息つきますよね。延滞利息とか支援損害金が NHK もつくんですよ、本来で。ところがこれまで1円も請求していなかったから、これは裁判になると利息請求できないということを NHK 自ら認めた。そうするとどんなことが起こるかというと、NHK の受信料で一応6ヶ月以内に払わなきゃ利息がかかるから、6ヶ月を超えても利息がかからないんだったら、利息がかからないんだったら裁判されるまで待とうよ。だって裁判になってからでも払っても利息かからないんだったら、今払うよりも先払うと飛ぶじゃないですか。特に今インフレでどんどんお金の価値が下がってきてるから、支払いを先延ばしても得なんです。でさらにこっちの方ですね、受信料自体は500円の時効があるので、ごめんなさい、うるさいな、猫が暴れてます。時効があるので、とにかく利息がかからないお金なんていうのはできるだけ先延ばしにして、裁判になったら払えばいいじゃんってことになるわけです。だからこれ本当に大きな判決。しかも裁判すればするほど NHK はもうこの請求をしてくるんですよね、これが。おそらくね、これをしてくる以上はどこまで行っても被告は裁判かけます。私がサポートします。 NHK のことサポートしますから。もちろんこれ今日は司法書士さんに行ってもらいました。もちろんNHK との裁判も裁判所なんて行くの嫌だっていう人は、弁護士や司法書士を我々これで紹介しますから、その人に委任状を書いてもらう。いや、なんか NHK 裁判勝てるんだって行こうか、書類持っていくだけなんで、裁判勝てるんだって行こうかっていう人は、もちろんそのまま、行ってですね、このお金をゲットすることができるというところで、さあ NHK これどうするでしょうかね。相当今日の負けは痛かったと思いますよ。利息請求、これもちろんね、この後ですね、我々は会計検査に対しても質問していきます。っていうのは、そもそもこの利息を請求してこなかったっていうのはどういうことなんだろう。真面目に納期を、納付期限を守って払ってる人はそうするわけですね。そして NHK がこの後この裁判費用を負け続けることですね。こいつのこの金額がもちろん変わっていくんですけど、こういうものを裁判をして払わされてるっていうのはどういうことなのか。一度負けた裁判を同じ内容で何度も繰り返すのかってなると、無駄なお金を使うなという指導するべき NHK の一番怖い、ね、会計検査院っていうところが、いや裁判連続で負けるとおかしいじゃん、もうこれ請求できないんだから最初から請求するなよということに僕はなるのかなと。いずれにしても今日の裁判の価値っていうのはいろいろな意味で大きなものがあります。サスケ君 YouTube に出演しなさいやなんか、ね、まあ大きな意味があると思います。だから僕本当にね、 NHK との裁判をやりだしたのが2006年の末で、もうかれこれ NHK との裁判16年間やり続けましたよね。で、いろいろな弁護士さんがこんなの勝てないとか、まあもちろん最初はね、最高裁まで
その後ですね、違契約の裁判も、これも、ちょっと先生の名前忘れちゃった。すぐです、ごめんなさい。ちょっとね、チャンネル桜のね、お世話になってる弁護士さんがやってくれましたが、いずれにしても勝てなかったんです、最高裁まで行って。ただ、NHK の受信料裁判で、証拠のぶつかりがなく、NHK との受信料裁判で勝ったのは、これが間違いなく初めてだと思います。初めてです。で、あの裁判ですね、いわゆる、NHK の裁判で勝ったりとか、NHK 裁判で勝ったりとか、レオパレスの裁判で勝ったりとか、ワンセク裁判で勝ったことがあります。でもこれは、一審、あるいは二審で勝っただけです。二審は勝ってない、一審で勝っただけです。ところが、今回は、NHK がもう請求を放棄という形で来たので、もう2審も3審もないです。ここは裁判確定です。この先本当に NHK がどのようにこの利息についてやってくるのか、そして多くの皆さんが、まあ、ガーシーを中心に NHK 党に票を入れていただきましたので、来年の3、ということで、ご視聴ありがとうございました。それでは、じゃあねー。やってないじゃん。まあ、やらないんでしょうね。うん。すぐ分かることを出さない。